私は地元の大学で法律を勉強しています。消防団の活動以外にも部活動に3つと、あと防災士というボランティア団体委員会にも所属しています。私は大学の文化祭で消防団の方に勧誘をしていただいたことがきっかけで入団を決意いたしました。女性消防団員には生き生き安心訪問などの消防団活動というのがあります。一人暮らしの高齢者の方に訪問をして火災の原因ですとか安否確認を行うことで防災の啓発予防に努めています。今の現代の希薄な人々とのつながりを生き生き安心訪問などの消防団活動を通じて私自身が架け橋となれればいいなと思っております。普段の生活は、私は鉄工所に勤めています。火災が起きたらすぐに仕事を止めて速やかに出動しています。消防団に入る前はサイレンの音などはあまり気になりませんでしたが、消防団に入ってサイレンの音が鳴るとどこで火事なのか、怪我人はいないかなど体が反応してしまいます。活動は月に一度の定例訓練を行っています。訓練内容は本番さながらの訓練をしています。訓練だからといって気を抜かず真剣に取り組んでいます。そのため日頃から体力づくりに励んでいます。やりがいは微力ながらですが、地域行事で参加していて地域の方にありがとうなどと言ってもらえるとやりがいを感じます。